はい、皆さん、こんにちは。で、不動産鑑定士講座で鑑定理論という科目の講師をしております、不動産鑑定士の川原と言います。では、今回このタイトルですね、令和も就職転職に強い不動産鑑定士とはというテーマでガイダンスをさせていただきます。不動産鑑定士、三大国家資格の一つと言われています。法律系の最高法資格は弁護士で、会計系の最高法資格が公認会計士で、不動産系の最高法資格が不動産鑑定士ということになってきます。ただ、他の2つと比べると、ちょっと一般の人なんか馴染みが薄い資格になってしまっていると思いますので、まずは鑑定士の仕事の中身ですね、業務内容から説明をさせていただきます。鑑定士の仕事は大きくですね、この鑑定評価業務というものと、このコンサルティング業務ですね、大きく2つの業務に分類することができます。で、まずはこの鑑定評価業務ですね。どういった業務かと言いますと、説明文がありまして、公平中立な立場から理論に裏付けられた不動産の価格を求める業務が鑑定評価業務ということになってきます。では、不動産の経済価値を判定して、いくらいくらと金額を出していく、そういった業務が鑑定評価業務ということになってきます。で、この鑑定評価業務は、国から認められた独占業務になっています。鑑定士だけが行うことができる業務が、この鑑定評価業務ということになってきます。で、この鑑定評価業務、大きく2つに分類することができまして、左、公的な評価と民間評価に分類することができます。公的な評価というのは、依頼主が国とか都道府県とか公的な機関ということになってきます。まず、代表的な公的な評価、地下工事と呼ばれる、そういったものがあります。地下工事、もしくは地下工事でね、制度。今年一番高い土地は銀座のどこどこです。そういったニュースって聞いたことないでしょうかね。全国2万6000地点の不動産の価値をですね、全国の不動産鑑定士が評価をして、それをね、国土交通省が取りまとめて、毎年1月1日時点の価格を、3月の中旬ぐらいに一般の人に公表する制度が、地下工事と言われているものになっています。代表的な公的な評価の一つということになっていきます。続いて、相続税路線価というものがあります。相続税でどう決まるかってご存知ですかね。相続税、路線通りごとに平米あたりいくらというですね、基準となる金額がつけられてまして、で、それにそれぞれの土地の面積をかけて、かける税率をすることによって、相続税というのは基本的に決まっていきます。で、これは全国の鑑定士が通りごとに、路線ごとにですね、評価を行って、で、国税庁が取りまとめて、やっぱり一般の人にですね、公表している、そういったものが、この相続税路線価ですね。こちらも代表的な公的な評価の一つということになってきます。あとは、裁判所の競売競売に関わる評価ということになってきます。要は、不動産を担保にお金を借りたんだけど、お金返せなくなってしまって、不動産取り上げられた。で、その取り上げた不動産をですね、現金化するために、裁判所の競売というですね、そういう手続きをね、得るということになってきます。競売競売案件には、案件ごとに売却基準価格というのが付けられています。これぐらいを目安に入札をしてください、そういった金額です。これ裁判所からですね、依頼を受けまして、評価員って言うんですけど、評価員という鑑定士が、裁判所から依頼を受けまして、評価をして裁判所に提出する、こういった場面も公的な評価の代表例ですね。競売競売案件の評価ということになってきます。あとは、公共用地の取得場面とかの評価ですかね。例えば、ある県がですね、県の道、県道の道幅を広げるために、市人さんからですね、土地を買い取る場合ですね、そういった場合です。この場合、例えば市人さんが、いや、何々県さん、あなた買い手の立場で、あなたが示してる金額って、買い叩こうとしていて、適正な金額じゃないんじゃないですかって、やり取りになっちゃうと思うんですね。その場合に、いやいや、この金額は公平中立な立場から理論で出された不動産の価格をですね、不動産鑑定士がしっかりとですね、評価を行って求めた金額なので、金額自体に間違いないんですよって形で、額そのもので争いが生じないですね、そういった場面でもね、鑑定士の評価が求められたりしてきます。で、これね、公的な機関が私人さんから土地をね、購入する場面の話だったんですけど、逆に、公的な機関が民間にですね、不動産を売るって場面も考えられます。例えば、国が国有地をですね、民間に売却するなんて場面もあったりします。で、国有地、やっぱり国の財産、国民の財産ですので、適正な金額で売却しないとよろしくないということなので、国有地を売却する場面においても、やっぱり鑑定士の評価なんか求められたりしてきます。
要は世の中知られていないんですけど、公平中立な不動産の価格というのが求められる場面が実は多々ありまして、そんな場面で鑑定士の評価というのが非常に必要されてくる、役立ってくる、そういった場面ということになってきます。で、続いて民間の評価ですね。依頼主が、個人とか企業の場合ですね。例えば不動産を売買するとき、担保とするとき、あとは相続するときに事前に不動産の価値を知っておきたい、そういった場面で鑑定士に評価が求められることがありますし、あとは不動産を賃貸すればですね、賃料の評価です。要は不動産の価値が高い時代に高い賃貸借契約を結びました。ずっとずっと更新できました。で、借りてる事務所ビル気に入ってるんだけど、さすがに今払ってる賃料が高いので、次の更新時にオーナーに賃料の減額の、交渉をしたい、その交渉の材料として、役立ってくるのが鑑定士の賃料の評価ですね。案件としては結構多いですね。賃料の評価なんかも鑑定士は行っていきます。あとは、M&A ですね、企業買収の場面でも鑑定士の評価求められたりしていきます。ある企業が別の企業を買収する場合には、その、買収先の企業の価値を知る必要があります。で、企業というのは通常不動産を所有してますので、その企業の価値を把握する一要素として所有する不動産の評価が必要になっていきます。なので M&A 企業買収の場面なんかでも鑑定士の評価が求められたりしていきます。あとは不動産を証券化する場面ですね。不動産の証券化っていう表現は聞いたことありますかね。例えばね、今収録しているレッコ本社ビルとか、こういった大きな事務所ビル、これ一個人が買えるものではありません。ただ不動産というのは市場で売り買いされないと価値が上がっていかない。じゃどうするか、一人じゃ無理なんだけど、何千人何万人が小口でお金を出し合えば大きな金額になるでしょ、共同馬主みたいな考え方です。では投資した人はどんな見返りがあるかというと、こういった、大規模事務所ビルというのは貸すことによってテナントから陳情収入を得ることができますね。この得た賃料収入等々を投資家に配当する、要は不動産を株券のように金融商品化することを不動産の証券化と言います。一番代表例がリートと呼ばれるものです。リートって言葉はどうでしょうかね。不動産投資信託、リアルエステートメント、インベースメントトランスですね。リアルエステートともインベースメントトランス、不動産投資信託ですね。今60以上の銘柄が上場されてますかね。本当に、株のように理解することが、できます。で、このリートの場合にはやっぱりね、投資家がいるのは情報開示が必要なので、法律で半年に一度鑑定士に評価をさせて投資家に情報開示をするということが義務付けられています。要はこの不動産の証券化、要はリートというこの新の制度の信頼性を担保している、そういった役割を持っているのが、鑑定士の評価ですね。証券化の場面においても鑑定士の評価が求められたりしています。一方で、このコンサルティング業務ですね、不動産に関する困りごとを資格知識を生かして解決していく業務ということになってきます。例えば、街づくりに深く関わっているような鑑定士さんなんかもいらっしゃいますし、あとは、一番下のインバウンド需要の拡大に伴うコンサルティングを、得意にしているような鑑定士もいらっしゃいます。海外の投資家が日本の不動産を購入するときの、アドバイスですね。要は語学をね、語学力を生かして、コンサルティングですね、インバウンド需要のコンサルティングを行っているような、そういった鑑定士なんかも、います。あとは今不動産業界で言われているのがこの CRE 戦略、 CRE とか CRE 戦略って言葉聞いたことないでしょうか。コーポレートリアルエステートの略でして、後ろ括弧、企業が所有している不動産の有効活用の、提案アドバイスをしていく、そういった業務がこの CRE 戦略の場面の評価という、コンサルティングということになってきます。要は例えば、都心に点在化しているグループ企業ですね、効率が悪いのでまとめて、で、新しく大きな、事務所ビルにこのグループ企業をまとめた方が横のつながりができて、例えば新しい商品なんかも開発することができますよ。こんなアドバイスをしていくのが CRA 戦略の場面ということになっていきます。今大手の不動産会社はこの CRE に特化した部門を立ち上げて、今営業をかけています。不動産業界でものすごく伸びていくだろうと言われているのがこの CRE 戦略の、場面でして、これは一個人の鑑定事務所の鑑定士が一個人の鑑定士が活躍するの場面じゃなくて、これ、企業内でそういった CRE に特化した部門の中で資格を生かして活躍していく場面が、この CRE 戦略の場面の鑑定士のですね、活躍する場面ということになってきます。鑑定士というのは、6ページした、基本的には、独立開業型の資格と言われています。
不動産系で言いますと、司法書士さんとか土地価格調査士さんかなんかの比較されるんですけど、不動産系の中でも司法書士だったり土地価格調査士さんと同じように独立開業型の資格と言われています。ただその中でも鑑定士はですね、独立開業しやすい資格と言われています。まず初期投資がほとんどかからないですね。土地価格調査士さんは独立するときに測量の機械なんか準備しなきゃならないって聞いたことあります。何百万ぐらいかかるって聞いたことありますので、それに比べると鑑定士は、自宅とパソコンがあれば独立することができます。なのでこう、ね、独立する際の初期投資が、ね、かからない、そういった面もありますし、さらには公的な評価があるので独立しやすいと言います。先ほど説明した通り、鑑定士の業務の中にはさまざまな公的な仕事があります。これだけ公的な仕事がある資格というのはそうはなかなかないと思います。例えば弁護士さんの国選弁護というのは一応公的な仕事だと思うんですけど、あれ実際やってみるとこうアルバイトぐらいの金額しかならないって聞いたことありますので、それに比べれば、これ適正な報酬がもらえるこの公的な評価が、ね、数多くあるというのが鑑定士独立しやすいですね、そういった理由になっています。都心ですと鑑定士多くいるので、この公的な評価だけで食べていけるってことにならないと思うんですけど、ただこう年収の下支えになりますので、そういった意味でもこうね、鑑定士というのは、ね、公的な評価あるってことも含めて独立開業しやすい、そういった資格と言えます。とともに知られていないんですけど、鑑定士は一般の企業内で企業内鑑定士としてこうインハウスなんて言ったりするんですが、企業内鑑定士として活躍することもできます。私が知る限りでは、司法書士さんとか土地価格調査士さんがこう企業内で活躍するとあまり聞いたことはないんですけど、鑑定士は知られていないんですけど、企業内で活躍することができまして、例えば先ほど言った通り、大手の不動産会社の中にはこう CRE に特化した部門が立ち上がっていて、その中で鑑定士の資格知識を生かして活躍する鑑定士も多くいます。あとは金融機関、特に信託銀行さんですね。信託銀行さんは内定を出した学生に会社がお金を出して、入社前から鑑定士の勉強させて、で入社と同時に鑑定士の試験を受けさせて鑑定士の資格を取らせる、そういったことを行っています。信託銀行の中には多くの鑑定士がですね活躍しています。あとは一番下、鉄道会社ですね。今鉄道会社というのは半分不動産業ですよね。例えば東京ですと渋谷なんかですと、ヒカリエってところまであります。それは東急さんが持ってますし、あと関西とかですとあべのハルカス、あれ近鉄さんが持ってますね。つまり駅中駅地下高架下、いかにですね所有する不動産有効活用していくかというのが、今鉄道会社ですとね、メインの、売り上げになってきてますので、そういったね不動産の有効活用を適切にアドバイスできる資格者は誰かというと、それは不動産鑑定士と言われてますので、鉄道会社等々の中にも鑑定士ですね活躍している方ね、いらっしゃいます。あとは役所ですね、官公庁です。レックは財務省から委託を受けまして、仕事として鑑定士の資格を取らせる、ね、そういった業務を請け負っています。財務省さんは、先ほど国有地を売る時とかの、鑑定評価依頼する立場なんですね。財務省さんはですね、国有地を売る時にこう外部の鑑定士依頼する立場です。では依頼する立場であります財務省内で、なぜ鑑定士が必要かというと、依頼をして入手した評価書が適切かどうかを内部でやっぱりチェックしたいみたいなんですね。なのでやっぱりこう内部で鑑定士抱えておきたいので、財務省等々においても役所等々においても鑑定士がね求められています。今例えばね、市区町村、空き家対策とか所有者が不明の土地をどうするかとか、そういった問題がありますね。これ結構不動産にかかる問題が今ね、観光庁のこれ市区町村の問題におけるですね、結構ね重要な問題になっていますね。そういった問題解決できる能力が一番高いのはやっぱ鑑定士と言われてますので、まあそういった意味でもやっぱりですね、観光庁の中でもね、市区町村の中でも鑑定士ですね、活躍できる場面も多々あります。東京都庁なんかですと毎年のようにキャリア採用という形で鑑定士募集してますので、役所の中にもですね多くの鑑定士活躍する方がねいらっしゃいます。で当然ですね、大手の鑑定事務所に、まあ、サラリーマン鑑定士としてこうねキャリアアップを図ってるね、そういった鑑定士もね当然いらっしゃいます。つまり鑑定士というのは、資格の使い方が自分のこうライフプランに合わせてこういろいろね選択肢が多くあるということです。つまりせっかく資格を取ったんだから、やっぱり一国一城の主として独立しようという選択肢もありですし、いやいや大手の鑑定事務所でサラリーマン鑑定士として、キャリアアップを図っていくって選択肢もありですし、一般の企業の中で鑑定士の知識を生かす資
知識等々を生かして活躍するっていう選択肢もありです。鑑定士はですね、知られていないんですけど、いろいろ選択肢があるので、自分のライフプランに合わせてですね、この資格をね、どう生かしていくかというのが、いろいろ選択肢が選びやすい。例えばね、特にこう若手の方、学生等々ですと、この不動産鑑定士資格を取れば、ね、不動産に関わるような、そういった一般企業においては、この不動産系の最高法資格というのはですね、やっぱちゃんと名が通ってますので、やっぱりこう就職にですね、強力なこう武器になってきます。さらには、転職もしやすいということです。鑑定士で資格をしっかり取れば、一般の企業なんかにもやっぱりこう転職しやすいとか、つまり鑑定士というのは、就職転職に強いということですよね。いい意味で鑑定士は転職しやすい資格と言いますので、こう鑑定士と資格を使って、いろんなこうライフプランを考えることができる、こう選択肢が多くあるというのが、一つこの鑑定士の魅力ということになってきます。あとは鑑定士の仕事の進め方なんですけど、この特にこう鑑定評価業務なんですけど、必ず現地に行ってですね、現地調査を行う必要があります。実際現地に行って不動産を、ね、調査する必要があります。では、九州にある不動産を誰が評価するのが多いかと言いますと、もちろん九州の地元の不動産鑑定士が評価するってことも全然あるんですけど、例えば九州にある不動産を所有するね、企業の本社が東京等々である場合には、その東京の鑑定士に依頼するってことも多々あります。つまり、都心の鑑定士は結構出張行くんですね。鑑定士というのは、デスクワークとフィールドワークがちょうど半々ぐらい、そういったね、イメージの資格ということになっていきます。私が鑑定士選んだのは旅行好きだったというのもあるんですけど、そういったね、こう外部に出ていく、フィールドワークを楽しめるところならば、おすすめなのが鑑定士の資格ね、仕事の中身ということになってきます。あとは、鑑定士のこう仕事の進め方なんですけど、こう請負的な仕事の進め方を行っていきます。つまりは、例えば、何人か鑑定士を抱えている事務所のボスが仕事を引き受けました。そうすると、じゃあこの案件は A 君、君に仕事をね、評価を任せるので、こう2週間後締め切りを切るので、2週間後僕の方にですね、提出をしてくれないかって形で、案件ごとにそれぞれの鑑定士評価を任せます。グループでの評価というのはなくはないんですけど、基本的には案件ごとにそれぞれね、鑑定士に任せていきます。これ責任も重大なんですけど、こう締め切りさえ間に合わせれば、どう評価していくかというのは、それぞれの鑑定士の裁量に任せられています。請負的な仕事の進め方なんですね。なので、こうテレワークもね、しやすい、業務内容と言いますし、あとは、例えば女性ですと、妊娠とか出産とかね、そういったこうライフバランスを考えなきゃならないタイミングが来ると思います。男性であっても介護とかですね、いろいろライフバランス考えなきゃならない、そういった場面においては、鑑定士というのは請負的な仕事の進め方で、しかもね、専門家資格者で、しかもね、リモートテレワークもしやすい、そういった業態ですので、そういったライフバランスをね、しやすい、そういった特色を有するのも鑑定士のこう一つ魅力ということになってきます。はい、ではこういった鑑定士になるためには、どういった試験制度を突破する必要があるのか、試験の中身について次はね、説明をしていきます。はい、鑑定試験は、まずは、ね、担当式試験と論文式試験の2段階選抜方式という形になっています。公認会計試験なんかと同じような試験制度になっています。まずは担当式試験から、3つ目、科目というところを見ていただきまして、担当式試験は、行政法規という科目と鑑定理論という科目の2科目で試験が課せられていきます。行政法規、不動産というのは勝手気ままに使えるものじゃないので、さまざまな規制、法律があります。建築基準法とか都市計画法と法律名とかって聞いたことないですかね。そういった不動産に関する37の法律について学んでいくのが、この行政法規という科目になっていきます。もしも宅建試験とか勉強された方は、その4割ぐらいが重なってくる科目が、この行政法規という科目になってきます。一方、鑑定理論、名前の通り、鑑定評価をする上での理論、考え方を学んでいく、鑑定士としてのこう専門科目が、この鑑定理論という科目になっていきます。いずれも、択一式、マークシート方式で問題が出されまして、で、それで100点満点、合計200点満点で試験が課せられていきます。では、いつ試験が実施されるかと言いますと、例年、5月の中旬の日曜日は、第2日曜日、母の日が例年の試験日ということになってきます。では、どれぐらいの点数を取れば合格できるのかと言いますと、下から2つ目、願書ですと総合点でおおむね7割との指示がなされています。
鑑定試験は相対評価の試験ですので、本試験の問題が優しければ合格ラインは上がっていきますし、難しければ下がっていきます。で、近年はと言いますと、こちらの表のところを見ますと、大体そうですね、60から70%、70%、7割以上を超えたことはね、ないので、まあ、60から70%ぐらいですね、6割から7割ぐらいの点数を取れば、単等式試験合格できるようになっています。では、合格率はと言いますと、これ2020年度の、合格率なんですけど、33.1%ですよね。まあ、3人に1人が合格できる、そういった合格率になっています。で、単等式試験突破しますと、続いては論文式試験ということになってきます。で、科目というところを見ていきまして、行政法規という科目は、単等式試験だけの科目になっていまして、一方、鑑定理論というのは専門科目ですので、この論文式試験においても出題されます。加えて、この民法、経済学、会計学、計4科目で試験が課せられるのが論文式試験、科目数が多いというのが論文式試験の特徴ということになってきます。で、いつ試験が実施されるかと言いますと、例年8月上旬の土日月の連続する3日間が通常試験日程ということになってきます。真夏真っただ中ですね、3日間論文文章を書き続けなきゃならないので、体力勝負といえるような、まあ、そういった試験がこの論文式試験ということになってきます。最終日月曜日ですので、お仕事されている方にお休みを取っていただく必要があります。で、この論文式試験合格するためのポイントは、科目数が多いので、バランスよく学習をしていくことがポイントです。つまり、苦手科目があると、なかなかね、合格が厳しいものになってきます。論文式試験も相対評価の試験なので、要は苦手科目をなくして、まんべんなくバランスよく、回答を、ね、作成する、そういった能力を身につけていくことが論文式試験合格するためのポイントです。得意科目はいらないです。とにかく苦手科目をなくすってことね。まんべんなく全科目を学習して底上げを図っていく、そういった学習方法が合格には必要ということになってきます。では、どれぐらいの率で合格できるかと言いますと、こちら2019年度の合格率なんですけど、合格率14.9%、まあ、15%ぐらいですよね。まあ、7人に1人が合格できる。この7人っていうのは、単等式試験合格した人7人のうちの1人ですので、論文式試験はなかなかね、これ合格率厳しい試験ということになっていきます。いつもこう言い訳的に言うんですが、この合格率の厳しさは、試験受かった後の就職転職に直結するということです。つまり、比較的受かりやすい試験資格というのは、合格してもなかなか就職転職には直結しません。一方で、司法書士さんなんかもそうなんですけど、合格率の厳しい試験というのは、受かるのは大変なんですけど、合格すれば希少性を生み出しますので、就職転職に直結する、まあ、強い資格というのが、鑑定士ということになってきます。はい、さらに鑑定試験の特徴としましては、はい、まずはポイントの丸1ですね、1です。単等式試験合格者は、翌年、翌々年、2年間、単等式試験が免除になる、そういった制度になっています。単等免除制度、言い方変えると、参審制度ですね、そういった制度になっています。鑑定試験、大半の方が働きながら勉強しています。なので、働きながら効率的に合格するためには、この単等免除制度をうまく使っていただくのが一つポイントになってきます。もう一つポイント2です。毎年、短期合格者が少しずつ増えている、そういった状況にあるということになっていきます。文章のところ、学生等の若年層の方や不動産分野での職務経験のない方にも積極的にチャレンジしてもらうために、短期合格可能になるように2016年度に試験モードの見直しが実施されています。鑑定業界で今ね、本当に人手不足なんですよね。鑑定士として登録している人が全国にどれぐらいいるかというと、大体ね、8000人ぐらいと言われています。確か弁護士とかが3万人とか、公認会計士が4万人とかね、そんなこと聞いたことありますんで、もう桁が違うわけですね。しかも、実際鑑定士として仕事をしているのは、だって6000人ぐらいと言われています。6000人ぐらい。その6000人のうち、60歳以上が4割以上を占めてると言われています。で、この公的な評価というのは、70歳が定年となってますので、この、ね、4割以上を占める60歳の方が定年になってしまうと、一気に鑑定士、
人数が少なくなってしまって、この公的な評価は成り立たなくなると言われてますので、本当に国土交通省、あと不動産鑑定士協会で危機感を持ってまして、で、若い方だったり、他業種の方にも積極的にチャレンジをもらうために、こう2016年でこう、ね、試験モードの見直しが行われています。要はこれ受かりやすくなっています。それまではこうベテラン重視の知識量重視みたいな問題が出されていたんですけど、基礎を重視した短期間でもね、初学者が短期間でも合格しやすくなるような問題だったり形式だったりね、添削、採点に変わってますので、本当に短期合格者増えています。5、6年前ですとなかなかね、単刀論文一発で受かる短期合格ってね、本当に少なかったんですけど、ここ数年間本当にね、問題が優しくなってますので、短期合格者本当に増えています。なので今ね、人手不足です。で、売り手市場です。転職、就職しやすい状況にあります。しかもね、問題が優しくなっていて、受かりやすい状況にありますので、鑑定試験でチャレンジするにはね、一番ね、いい機会ということになってきます。では、どれぐらい勉強すれば鑑定試験合格することができるのか、こうね、ちょっと目安を説明していきます。合格するためには、どの程度ね、学習時間確保する必要があるかと言いますと、アリエングラフで説明していきますと、まずね、単等式試験合格するためには、講義の時間も含みまして、大体こう500時間ぐらい勉強時間確保していただく必要があります。一方、論文式試験、科目も増えまして、あとね、文章を書く訓練もしなきゃなりませんので、最低でも2000時間ぐらいは勉強時間確保していただく必要があります。つまり合格するためには、トータルで2500時間ぐらいの勉強時間を確保していただく必要があるね。そういった勉強時間ということになってきます。では、踏まえて、レックとしてはですね、合格するためにどういったコースをですね、準備しているかと言いますと、まずはもう最短で鑑定士になりたい、最終合格を果たしたい、そういった方におすすめのコースがありまして、それが18、19ページですね。はい、この2022単刀論文フルコース、そういったコースになっています。2022年に一気に最終合格を目指すですね、そういったフルパッケージのコース、フルコースということになってきます。で、このブルーのところがこれ単刀のコースになってまして、単刀ですね。で、単刀のコースとともに、こうね、赤のラインですね、論文のコースも同時に取ってもらうということですね。で、論文のコースを内訳としまして、まずは知識をインプットしていく論文基礎記の部分がありまして、で、続いて知識をアウトプットしていく、実際問題を多く解いていく論文完成形ですね。この2つの部分から成り立っている論文のコースも、こう担当のコースを同時に取っていただく、一気に最終合格を目指すフルパッケージのコースが、この2022担当論文フルコースということになってきます。ただ、そうですね、例えば、フルコースおすすめは、時間が多く取る学生の方とか、あとは、司法試験とか公認会計試験合格してる方は、論文のね、科目がですね、ある科目が免除になります。そういったね、科目免除が受けられる方とか、あとは、そうですね、働きながらであったとしても、スタートの時期が春からだったり夏からですね、早い段階で学習を始められる方は、働きながらとしても、このね、フルコース十分ね、消化して一気に合格すること可能になっています。ただ、やっぱり働きながらだといきなりフルパッケージ、フルコースはちょっとハードルが高いという方もいらっしゃると思います。そういった方におすすめなのが、続いては、じゃあ22、21ページですね、2022単刀論文基礎コースとなっています。こちらは担当をメインにしつつ、担当をメインにしつつ、論文を見据えて、論文のこの知識をインプットしていく基礎部分だけをね、受講していくコースが担当論文基礎コースということになってきます。この基礎コースの一番の特徴は、学習の深度に応じてですね、論文式試験受験する年度をね、自ら判断する、決めることができる、そういったこれ特色があります。つまり、この単刀論文基礎コース取りました。で、仕事とのバランスも踏まえて、十分にですね、インプット部分ですね、基礎部分消化することができました。そういった場合には、
2022年度向けの、2022年度向けのこの後半部分のアウトプットの部分を追加で取っていただきまして、2022年の8月を本気で論文試験を受けるっていう形で判断することもありですし、じゃなくて、やっぱなかなかね、働きながらだね、ちょっと勉強とのバランスが難しくて、うまくこの論文の部分は、ね、うまく消化しきれなかったので、2023年度向けのアウトプット部分のコースを追加で取って、2023年の8月本気で論文本試験を受けようって形で判断することもありということです。自分のこの勉強の進め方、進度に応じて、消化具合に応じて、本気で論文を受ける年度をですね、フレキシブルに判断することができる。そういった特色があるのが、この担当論文基礎コースということになってきます。ただやっぱりちょっと働きながら論文まで見せるのはなかなか大変だ。せっかく担当免除制度あるんだから、段階を得て、まずは1年目担当、2年目は論文という形で受講したい。そういった方も当然いると思います。なのでまずは1年目は担当だけという判断ですね。そういったコースもあります。それが、こちらですね。2022担当合格コース全50回のコースです。2020年の担当だけの合格を目指すコースです。で、このコースの中には、テキストから過去問から全部入ってますので、このコースを取っていただきまして、淡々とね、講座を消化していただければ十分に担当合格できる力身についていきます。で、見事担当に受かっていただいた場合には、2023年向けの論文だけのコースもちゃんと準備していますので、こちら取っていただきまして、で、担当免除制度をうまく使っていただきまして、論文に専念して論文の合格を目指していただきたいということになってきます。じゃあコースとしては3つです。もう一気に最終合格を果たしたいフルコースです。いや、まずは担当をメインにしつつ論文を多少見据えたいというのが担当論文基礎コースじゃなくて、やっぱりね、段階で1年目は担当、2年目は論文という形で担当面としてうまく使いたいというのが担当だけのコースですね。以上3つのコースあります。それぞれね、学生生活だったり、あとね、お仕事だったり、こうライフバランスがあると思いますので、それぞれのライフスタイルに合ったですね、コースを選んでいただきまして、今ね、鑑定業界は本当人手不足で変革期にあります。なので、ぜひね、鑑定士興味持っていただいた場合には、こういずれかのコースを取っていただきまして、なるべくね、短い期間で合格していただきまして、次の、ね、鑑定業界の担い手に、この今見ている方がですね、なっていただけたらば、嬉しい限りということになってきます。はい、じゃあ以上をもちまして、私のガイダンスを終了させていただきます。ありがとうございました。